は、こいたちです。恋は突然やってくる。公演前ちょうど2日おきの公演です。そう、あ、今結構1日おきで公演出てるかも。20日から20日から20の恋とつ、22のなんばら、24の恋とつ、26の恋とつ、次28は、28はで出れへんけど、1日おきです。久しぶりにあの衣装着た、もう毎日暑すぎて溶けそうです。もう無理、もうそろそろ暑さに耐えきれない。おい、待ってます。そう、今年は何としてでも新しいハンディファンを買おうとしてて、そう、あのね、今まで使ってたやつがあるんですけど、なんかもうそろそろ限界が来たのか、なんか風の風量がちょっと弱いので、そうだからちょっと次は威力増したやつ、新しいのを使いたいなと思って。そう、でも皆さんは暑いと思うので、暑いのでちょいコアを見てヒヤッとしてください。今度5日にあるから上映会が、私がね望んでここに行きたいですって言ってるわけじゃないので、もう台本に決まってる。そう、いや、大変めちゃくちゃ。あーね、首に巻くタオルとかね、昔はしてたけどもう最近してないかな。そう、首にねこうかけるのとかあるけど、あれをやっちゃうと髪の毛がもう大変ドエリアことになりますので、使えないんですよね。髪の毛がちぎれちゃうので。そう、心霊スポット行ってからはね、多分なんともないんですけど、でも昨日のあのうたコンの公式の写真がちょっとなんか怖く見えてびっくりした。最初公式のツイッターに上がってた写真が、そう、うたコンでしたっていうやつがね怖かった。そう、びっくりした。そう、アーノンがちょうどね、あの前の前後でかぶってて足が浮いてるように見えたんです。あれはもうメイクさんのお任せ部屋。そう、やばいって思ったけど、よくよく考えたらそんなことなかった。そう、昨日はね歌子に出演させていただいて、夏盛りほのじ組という曲をさせていただきました。初めて知ったんですけど、頑張ってね、ショールーム。そう、これ昨日やるってなってこの曲を初めて知ったんですけど、昭和歌謡って感じ。そうや、沼界隈出動ということで、今ちゃんのルームで腰投げしてあげてください。見てくれました、皆さん。先週力の象徴に入りとか、まあ、倍率高いもんな。ダンスフロアにタイムラインの可愛いレイちゃんがいたら幸せでした。そう、結構ね音程低いからめっちゃ結構低い声出せるんですよ。結構低い地声も結構低い方じゃないですか。多分この声とかも多分低いんですよね、人より。そう、だから低い声なんです。低い系なんですけど。そう、うわ、目の前にマンゴーですが、ワンブースが泣きそうになった。
でね、歌詞にシャバダデュワって出てくるんですけど、あの今更道頓堀にもデュデュワってあるから、なんか昔の曲にはそういうデュワとかジュワとかそういうドワとかそういうのが入るんやなって思いました。うわすごい暇、だいぶ暇やん。そう、低くないですかケイツの声。低い、人より低いと思ってるんですけど。うーあー低い。もうやばい、ほじってねえよ、ほじってねえよ。あるん、やっぱそうなんや、昔の曲には入りがち。なんか全然いや、そうなんです。そうだから最初その今更道頓堀の歌詞を見た時にデュッデュワって何みたい などこで使うやつみたいな思ったけど、みんなそれぞれそう、あほんまにあるんやと思って。ね、今なんやろ、今そういう系のあるっけ、掛け声の掛け声系間に入ってくるやつ。確かに完成上がってたヘイとかなんかデブって分かってても、うん、分かる、そうマジで良かったです。あーら、確かに想像のピストルとかにも入ってる。いざマングースってこと？ちいかわや。え、それは8割です。ぽちやぶー。もう最近なんかすぐ困ったことあったすぐうぽちゃぶ、うぽちゃぶ言えばなんとかなるって思ってる。この前ご飯ね、お、戻りましたか？戻った？美味しかった、マジ美味しかった。ずっと、あ、戻った。おお。よかった。食べながら、うわ、Wi-Fi を切ったら、え、繋いだらいけた。どこまで喋ってたんやろ。ショック。ショックショック。わざとキャラなんだ。わざとマンデスなんだ。わざとマンデス。言われま、自分では。あらなんて言ってたっけゲート。あら。あ。ぼちやぼーって感じです。あ、ピストルのところで止まってた。なんでこんなに電波悪いの？あ、そうなんですか？戻りましたか？作ってくださいね。材料用意してくれたらしい。そうかな。なんでやろ、これいっぱい配信してるからかな今。この場所で。いっぱい配信してるのと、今日は場所がなくて、なんかいろんなところが使えなくて、すごい。